はい、こんにちは。今日は簡単な、まず吸性スポンジ、吸性スポンジはいろんな種類が入ってます。オアシシャとか、松浦工芸の、アクアフォームとか、それからヒルファーストとか、いろんな種類の吸性スポンジがありますが、みんな同じです。ただメーカーのいいものはすごく吸水性がいいものですから、それをうまく使っていただくといいと思います。吸水性のスポンジのこの水を保水するためにどうしたらいいかっていうのを紹介します。さっきからここに、水が用意してあります。ちょっと見てください。よくこれね、面白いんですよ。私の生徒さんもよくやったんですが、昔の話です。今はもうやる人はいなくなったんですが、吸水スポンジそのままこの水の中にズボッとこうつけちゃう。そうすると全部が、この全部っていうか、水は表面は吸いますけど、中の方がどうしても空洞が空いてしまって、結局そこに刺した花が、ちょうどその空洞のところに行ってしまうとダメになってしまう。それからやはり表面をやるとどうしても水が吸いにくくなります、ね、です時間が経てばいいんですけど、ですからどうやったら吸性スポンジ、大きいのも小さいのもいろいろありますが、今日はこの吸性スポンジのこの保水の仕方、保水っていうか水をためる仕方を勉強したいと思います。まず最初にこれ、こうやってやります。水の中に、今日はガラス見えるようにガラスの筒を入れましたけど、こういうような感じで簡単に置いていただく、ね、こうやっていただくとだん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 吸水性、水が中にしていきます。でこうやってだん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 で、いい吸性スポンジはこう早くできるようになる。それから時間がかかったりすると、あ、もう出てきてましたね。見てください、こう。それで完全にこうやって置いておくと、グリーンが濃くなってきて、完全に、はい、もう全部こういうふうにして、見ていただくと、こういうふうにして、全部入りました。で、吸性スポンジも時間が経つとですね、茶色くなってきます。その茶色くなった時に、今のような形で、吸水していただいても、吸水できるものはいいんですが、吸水できないものは、お湯で吸水していただくと比較的吸水します。やはり、皆さん吸水スポンジ使って使わないで2年も3年もそのまま置いといて、あ、花を使おうと思った時にその花を生けようとしてやっても水がやらないんですね。特に茶色くなっちゃってるんですね。でもそれを、いいものは比較的大丈夫な、いいってこう言い方失礼ですね。いいものはあれですけど、やはり古くなってきた吸性スポンジはこのような感じ、お湯の中に入れてやると比較的安易に吸水すると思います。じゃあこれで一度吸性スポンジの使い方、次回はまたあったら吸性スポンジの大きさ、いろんな種類がありますので、それもしたいと思います。よろしく。